なんですか、足引っ掛けて。超痛いんだけど。え、無視ですか。え、アンダーブ気分こうちゃんです。急に自己紹介する。え、じゃなくて、めっちゃ最近調子の絶対さ、セリフ考えてないべ。は？何何何？うるせえんだよって。何ってもうマジでわかんないんだけど。何何？怖いこの人一番。何も喋んないでちっと見てるだけだもん。最近調子乗ってっから勝負してほしいんだよね。髪にもものがある。勝負。勝負っつったら騎馬戦に決まってんだろ。いや聞いたことない。決まってんだろ。決まってんだろ。決まってはないと思いますけどね。いや、うちらがチーム組んでお前と勝負するわ。え、待って、じゃあこっち誰もいないんです。昨日電話して人呼んであるから。金子ちゃんカモン。騎馬戦の大先輩。騎馬戦の大先輩。大先輩、騎馬戦の動画。大先輩の動画しか見てない。あ、本当ですか。あ、それはどっちですか。いや、こっちだ。うん、こっちは。ラムの分も呼んである。来てください。あ、なんか身長が高いよ。強そう。おい、待って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 。急になんか変なおっさん来たけど。マネージャーなの。誰ですかこのおっさん。いいんですかこんな強そうな。こっちにはプロがいるからね。上に乗って取る方です。支えます。あ、支えます。右担当のプロな。いや、もうこのメンバーで勝負するぞ。まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、ラムチームと別れましたよ。うんうんうん。で、どこにいるかわからへんくて、で、ここから牙を組んで移動して、ラムチームと会った瞬間に帽子を取り合うっていう。おー。まあ、あの、誰が上に乗るかとか決めて、もう組んじゃいましょうっていう段階ですね。なるほどね。私はまあ、右。右担当だもんね。はい、もうプロですから。右は譲れない。譲れない。じゃあどうしようか。上とかやってみる。いいよ。土台やる。土台？こっちはどっち？俊敏な動きをしそうな小島さんで上に行ってほしいな。まあね、私もね、騎馬戦ね、めっちゃ自信あるから。じゃあそれで行く。じゃあ、みゆちゃんが上で、あとの3人は土台になります。そしてアンラブ気分、チャンネル登録よろ。じゃあ騎馬組んでみましょうか。オッケー。はい、あとみんなはチャンネル登録よろ。これはあのクロスね。ここ、え、ちょっといけるかな。これおっぱい邪魔です。止まれないんじゃないの。みゆちゃん頑張って。私乗るよ。はい。せーの。オッケー。オッケー。よし。お。え、なんなのあの人たち。うちらなんかね、昨日一緒にいたの。電話来て、そうそう、小島からイケメンいるって言ったから来たのにさ。俺じゃないわ。誰だよこのおじさん。俺じゃないわ。まあでもさ、最強じゃない？正直。まあ、身長が完全にこっちの方が圧倒的高い。あっちのメンツ見ただって。正直弱そう。正直弱そう。あっちは雑魚だ。でもやっぱり誰が上行くかじゃない？あ、確かに。私はやっぱ攻めたいから、あの前行きます、こうやって。年下はやっぱ、はい、そう、後ろだろ。後ろ、じゃあ後ろ、先輩後ろだろ。エビ先輩上に決まってんだろ。エビ先輩が、エビ先輩が、エビさんは手長いから。あえて、でもあえてを男性っていうパターン。ああ、あえてや。支えられる。うちはね、でも潰れると思う。まあでも今日、今回はね、じゃあラムと、ね、小島さんのね、ワンラブの対決だから。じゃあラムが上？じゃあ俺がまあこういう感じかな。そうだね。背中広いな。広いな。じゃあまあ、早速作りますか。作ってみようか。はい。なんか骨がなくて掴めない。恋人つなぎしてる。恋人つなぎ。恥ずかしいから。誰だよ、変なおっさん連れてきたの。マネージャー。いてみる。せーの。あ、でもいけるね。めっちゃ怖い。しゃばけねえぞ。どこだどこだ。あっち行ってみる。あっちいないかな。あ、いた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 。あ、見えてきた。いるいるいる。いた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 。あっちも見えます。俺たちは勝ちだ。
や、取ってやりましたよ。そう、やっぱあいつが邪魔だったな。いや、邪魔だった。みんな本当すごいよ。さ、誰だよ。誰だよ。お前たちの番組じゃん。誰誰誰。いや、でも完全に呼んだ人間違えたかもね。まあ、ハンデをあげたまでよ。また勝負するからね。次はちゃんとした勝負用意してほしい。絶対次は勝つかな。勝つかな。いや、こっちこそ勝ちますよ。やっぱね、YouTube 歴こっちの方が長いんで。こういう対決系はね、こっちの方が強いですよ、完全に。黙れ黙れ。もう、黙れって言われた。仲間あれはちょっとやめてください。黙れって言われた。アンラブ気分、チャンネル登録お願いします。お願いします。ぜひ。この人が一番怖いんだって。さっきからほんまに。今日は負けてしまったけど、またラブに勝負仕掛けっからな。いや、なんか喋るたびガラガラ来ない。この勝負絶対受けてたんです。やめとけ、お前やめとけ。今、まず今、溝落ち入れちゃって。溝落ち入れちゃって。